長田区は神戸市を構成する9区のうちの一つ。また、神戸市全9区のうち人口密度は最大で、面積は最小の区である。新長田駅前の町並み若松町四丁目で撮影同士の中南部に位置する。神戸三大神社の一つ、長田神社がある。正月の三が日だけではなく、追野神事、名護市祭りなど年中にぎわいがある。区南西部は、 古くから、駒が、林と称され、沿岸部を中心に都来人の集落が形成された、歴史がある。同じ長田区内でも長田神社周辺とは異なる、庶民文化を形成し、近代、駒が林から山側への町地拡大に際して、新長田と呼ばれるエリアが確立した。神戸の、吐き倒れの町を象徴する。 ケミカルシューズ産業が盛ん。全国でも有数のコリアタウンがあり、大阪市幾くの区と並ぶ在日コリアンの多い街としても有名である。本場の味といわれるお好み焼き屋や焼肉店も多く、冷麺も有名。焼きそばをそば焼きと呼び、店にもそば焼きと書かれているところが多い。そば飯もここが発祥である。阪神、淡路大震災では大規模な火災が発生して、 商業地や住宅地が消失する被害があった。その再開発にて、2009年には、鉄人28号の巨大像が、新長田駅南側に誕生。長田区が、鉄人28号に特別住民票を交付するなど、象徴的な新たな地域の顔として親しまれている。長田神社の南側にあたる五番町、六番町周辺は、番町地区と呼ばれる。 1868年の開港により、神戸には全国から食を求めて貧民が急増し、スラムが散在するようになる。伝染病の流行もあり、兵庫県が行ったスラム対策によって、吹合村の新川地域とともに、番町地区周辺には、こうした貧民らが多く移り住むようになった。北部は、山陸で入り組んだ坂の上に築かれた町、丸山地区があり、 コミュニティ活動が盛んな地区として全国的にも知られている。1868年の神戸開港より、神戸には多くの中国人が居留するに至り、彼らのための共同墓地、上坂中華偽装が宇治の村に作られたが、1924年に海の見える高台である林田区永田村に移転された。約1000基の墓が立ち並んでおり、 敷地内に清国が愛道総墓などがある。震災のあった1995年の初週に男は辛いよとラジロをくれないの花の撮影が被災して仮設で営業していた菅原市場で行われた。主演の厚み清は翌年に死去。この作品が厚みの遺作となった。神戸でロケが行われた韓国ドラマガラスの花では警察署として 長田区役所の建物が使用された。大学、短期大学高等学校、中学校、小学校各種、学校、専門学校級長田村は、神戸の貧民部落の一つであった。無資産者が大部分であった。吉田司さによれば、日本最大の非差別部落であったが、阪神、淡路大震災では、差別問題に触れることを恐れたマスコミが報道を。 控えたため人知れず消滅することとなった。神戸電鉄長田駅と神戸市営地下鉄長田駅は約1 9トル離れている。神戸市で唯一民間バスの乗り入れない区でもある。ただし、神戸市道、夢の白川線を阪急バスや新規バスが通るが、道道路は区内の区間がわずかのため、遠くにバス停はない。 区内の東西を縦断する国道2号梅ヶ科町3丁目で撮影主要地方道のみである若松公園の鉄人28号のモニュメント新長田一番街ありがとうございます